としてはどんな雰囲気だったんですか？面接ですけれども、雰囲気は、まあ、いわゆる圧迫の部類って言ってもいいのかなって思っていて、かなり硬いと言いますか、何か発言をしても反応があまりないっていうところで、少し怖い印象を受けたんですけれども、ただこれは私も意図があると思っていて、その OB 訪問の際に、ネクスコの日本さんとか、元道路交通法団の方々が対応するのは、やっぱり、お国の方とか、メディアの方とかっていうところで、結構硬いやり取りってことが多いんですよね。で、そういったところにしっかりその態度と言いますか、貫禄ってものを保って、ネクスコ中日本の人間として対応していくっていうことが求められるというふうに、OB訪問の方で聞いていたので、まあ、その見極めという意味で、厳かな雰囲気っていうものを、向こう側は用意していたのかなと思っています。